東方中学高等学校グラウンドより見たマンション国立マンション訴訟は東京都国立市で高層マンション建設をめぐって複数回争われた一連の裁判である。協議では反対住民が事業者に対して行った建築物撤去請求訴訟を指し一審判決は 原告側の主張を認め、春光済みの高層マンションの20メートル以上の部分について撤去を命じた。しかし、その後の交際判決、最高裁判決では認められず、確定した。JR 国立駅から一橋大学前を通って南に伸びる大学通りは桜井町の並木と広々とした風景が広がり、学園都市、国立のシンボルとして、 長年市民に親しまれてきた。しかし、国立市では、1989年に、用途地域変更時に、商業地の高度規制を撤廃し、容石率を大幅に緩和したため、1990年代以降、高層建築の建設計画が、次々と持ち上がり、その都度市民や、市などと紛争が起きていた。国立駅南口のマンション紛争の流れで、 1994年に市民から景観条例の制定を求める直接請求がされたことを受け、国立市は1998年に都市景観形成条例を制定し、市の指定した都市景観形成重点地区内の高さ20メートル以上の建築物を対象として、形状、色彩などを市と事前協議するよう定めた。 大学通りは都市警官形成重点地区の候補地とされた。また、1996年には市民から警官権を求めた裁判が提訴されたが、この裁判の原告であり、警官保護の市民運動を行っていた上原紀美子がこが、1999年4月、国立市長に当選した。百九十九年七月に大学通りの一角にある、 東京海上火災保険計算センター土地を購入した名和辞書は高層マンション建設を計画し8月に開発行為と指導要項に基づく事前協議の届出を行った上原市長は別件のマンション反対運動の集会において18階建ての建設計画があることを話した計画内容が知られると住民の間に マンション建設反対運動が起こった。国立市は8月19日、国立市開発指導要項に基づく標識の設置を、明和辞書に求め、さらに10月8日、マンションの高さを、銀南並木と調和する高さにする、要行政指導を行った。10月19日に、明和辞書側が、計画建築物の高さを具体的に明示するように、都市計画課長に求めたが、 条例等には、何階建てなら良いとか、何メートルなら良いというルールはないと回答した。同日、明和辞書は紛争予防条例に基づき、標識を設置した。これに対して、市は、明和辞書に紛争防止条例に基づく標識の撤去を求めた。後に、明和辞書は14階建ての計画に変更したものの、それ以上の計画変更には応じない姿勢を示した。 1999年11月15日、マンション建設予定地周辺の住民が82%の地権者の賛同署名を添えて、当該敷地及び隣接する区域の建築物の高さを20メートル以下に制限する内容を含む地区計画、中3丁目地区計画の策定を求める要望書を市に提出した。これを受けて、国立市は11月24日、 中三丁目地区計画案を策定し、広告縦覧を始めた。これに対して、名和辞書は、12月に、東京都多摩西部建築指導事務所に、建築確認申請を提出、2000年1月5日に建築確認を取り、同日中に寝切り工事に着手した。2000年1月24日に、中三丁目地区計画は告示され、また、 市民の条例化を求める署名を受けて、2000年1月31日の臨時市議会でも、地区計画条例が可決され、翌2月1日に施行された。なお、議決の際に、条例反対派議員を排除したとして、後に訴訟が起こった。建設が着手されてからは、地域住民などによって、建設の差し止めを求める訴訟などが起こされた。結局、 2001年12月に14階建て、高さ44メートルのマンションが完成、翌年から分譲が始まった。裁判は、住民の入居後も続いたが、最終的にマンションは、適法として確定した。なお、国立市では、マンション建設時の開発審査が完了すると事業者に、財政協力金の支払いを求めるのが、通例であったが、このマンションでは、市が、 開発審査を行っている途中に、名和辞書が東京都に建築確認申請を行い、開発審査が完了しなかったため、約8000万円の財政協力金は未払いのままとなっている。マンション建設をめぐって、行政、住民、マンション事業者らの間に、複数の訴訟が提起された。地区計画条例制定時に、 制定反対派の市議や市議会議長が議会をボイコットしたため、臨時議長を立てて条例を可決した。これに対して、ボイコットした議長と議員の一部が、出席議員と市長を相手取って、議決の無効と損害賠償を求める訴訟を起こした。しかし、第一審の東京地方裁判所は、請求を認めず、控訴されなかったため、そのまま判決が確定している。 反対住民が東京地裁八王子支部にマンションの建築禁止の仮処分を申し立てた。しかし、2000年6月6日に申し立ては却下された。広告をしたものの12月22日に東京高等裁判所で却下され確定。ただし、法的強制力のない決定理由部分でこのマンションを違法建築と判断した。仮処分自体は 却下されているため、マンション事業者は最高裁判所への特別広告はできなかった。反対住民は東京都に対して撤去命令を出すよう行政訴訟を起こした。2001年12月4日、東京地裁では地区計画条例施工時に根切り工事しか行われていないため工事中とは言えず、建物は違法建築に当たると判断されるから東京都が 是正命令を出さないことは違法であるとの判決が出された。しかし、2002年6月7日の東京高等裁判所の判決では、寝切り工事が行われており、すでに着工していたとして、東京地裁の第一審判決を取り消した。最高裁判所へ、上告受理申し立てするも、不受理となり、控訴審判決が確定した。反対運動を行う住民らが、 マンション事業者に対して高さ二十メートルを超える部分は違法であるとして撤去を求める民事訴訟を起こした。二千二年十二月十八日、東京地裁は法令上の違反はなく建築自体は適法とした上で以前から地域住民らの努力で景観形成を行っており景観利益が存在するとして大学通り側胸の二十メートル以上の部分の 撤去を認めるという判決を出した。過去のマンション紛争で、すでに建築済みの建物に撤去を求めた判例はなく、画期的な判決とされた。しかし、2004年10月27日、東京高裁は、第一審判決を取り消し、原告個人の利益が侵害されたとは言えないとして、請求を認めない判決が出された。2006年3月30日、 最高裁判決で確定した。マンション事業者の名和辞書が国立市に対し営業を妨害された等として損害賠償と地区計画条例の無効を求めた訴訟を提起した。2002年2月14日、第一審の東京地裁では条例は有効、市長の発言が営業妨害に当たるとして損害賠償4億円の支払いを命ずる判決を出した。 2005年12月19日、高訴審の東京高裁では、条例は、有効、営業妨害に当たるが、事業者側の強引な手法にも、問題ありとして、損害賠償を大幅に減額した2500万円の、請求を認める判決がなされた。この判決に対しては、市議会が上告を承認しなかったため、 国立市は上告しなかったものの、市の補助参加人が2006年1月に上告を呼び、上告受理申し立てをした。2008年3月11日、上告が棄却され、日審判決が確定した。この訴訟で、明和辞書の代理人を務めたのは、元東京都総務局法務部長、元日本大学教授の関哲夫や、統一協会顧問弁護士の福本周也らであった。 上記の裁判で最高裁への上告を市議会が否決したものの、補助参加人によって上告が行われた結果、遅延損害金が増額した。このことに関連して、市議会に特別委員会、名和マンション裁判調査特別委員会が作られ、参考人として、上原君小前市長が招致された。この委員会の中で、上原市長が、 最高裁への上告のため補助参加人から委任状を集めたことが明らかになった。国立市は補正予算を計上して2008年3月27日にマンション事業者に損害賠償金及び遅延損害金として3123万9726円を支払った。しかし2008年5月マンション事業者は同額を 国立市に寄付した。訴訟の目的は、金銭ではなく、会社の活動の正当性を明らかにすることだったため、寄付は、教育、福祉の施策に当ててほしいというのが会社側の説明である。国立市民4人が、名和辞書に支払った、損害賠償金と同額を、国立市が、上原きみ子元市長個人に対して請求する、要住民訴訟を起こした。 2010年12月22日、東京地方裁判所は、上原元市長の行為が、市長として求められる、中立性、公平性を逸脱したと認められるとして、国立市に対して、上原元市長個人に対して、損害賠償請求を行うように命じる判決を行った。判決に対し、国立市は、賠償金は、実質的に返還されており、 損害はないとして、2011年1月5日に、控訴した。その後、市長が、関口博士から、選挙時から上原元市長に対する損害、賠償請求を行うことを表明していた、佐藤和夫に交代したことから、2011年5月30日に、国立市は、控訴を取り下げ、判決が確定した。国立市は、判決に基づき、 上原元市長に対して損害賠償金を請求したが、上原元市長が支払いを拒否したことから、2011年12月に国立市が上原に対し損害賠償を求めて東京地方裁判所に提訴した。国立市議会は2013年12月19日、上原元市長に対する市の再建を放棄する決議を行った。 2014年9月25日、東京地方裁判所は、国立市議会が、上原紀美子元市長に対する賠償請求権の、放棄を議決しているにもかかわらず、現市長がそれに異議を申し立てることもせず、そのまま請求を続けたことが、審議則に反するとして、国立市の請求を棄却する判決を言い渡した。この判決を受けて、国立市は控訴。なお、 2015年5月19日、国立市議会は、上原元市長に対して請求権の行使を求める決議を行った。2015年12月22日、東京高裁は、市の請求を認めなかった一審判決を取り消し、名和辞書の寄付は、損害の補填に当たらない、市長は、最新の議会の議決に基づくべきとして、上原元市長に、 全額の支払いを命じた。上原元市長は最高裁に上告するも、2016年12月15日、棄却され敗訴が確定した。2017年11月21日、約5000人の支援による、第三者弁裁により、延滞金を含む、総額約4500万円を完済した。なお、 争点に上がった当のマンションは取り壊されることはなく14階建てのままとなっているが、軽装物件だったため売り主の名和辞書は、分譲マンションとすることができず賃貸マンションとして運用していた。しかしながら、その後、事情によりこのマンションを一棟丸ごと億単位の売却損を生じさせながら売却することになった。高層マンション訴訟の最高裁決定について、 国立市ホームページ、裁判の状況損害賠償請求控訴事件について、国立市、2011年5月30日、住民訴訟の判決確定に伴う訴訟定起について、国立市元市長が、逆転敗訴交際、3100万円支払い命令東京新聞2015年12月23日、国立市のマンション条例で、 元市長の敗訴確定 NHK2016 年12月15日、元国立市長の支援者ら、1400万円、肩代わりして弁済。朝日新聞。httpww. 朝日 .com sp articles askCM4K レーズヒカニュタル01 shtml2017 年11月22日、閲覧。ありがとうございます。